本日はちいかわサンリオキャラクターズ2段収納ボックスをゲットしたいと思います。得意なディーリングです。収納ボックスは本当嬉しいです。見事なぶっ刺さり。これはもらったでしょう。完璧な一発ゲットです。なかなかのずっしり感です。早速組み立てていきましょう。ラブトラ2段収納ボックスゲットを、ディーリングのプロと呼んでください。またしても収納ボックス、ぬいぐるみたちを整理しろということですね。ヤバヤバの状態だったのでグッドタイミングです。それでは箱を開けていきたいと思います。組み立て式です。結構な数のパーツです。工具等は必要ないので安心してください。大量のポール、ポールをつなげるやつ、収納ボックス。サイズはそんなに大きくないですが、2つついてますので収納はいい感じですね。イラストは可愛いです。それでは組み立てていきます。パーツ数は多いですが、こんな感じの長方形を作るだけなので余裕のよっちゃんです。ポールを入れるときにちょっと力がいります。2つ目完成。土台になるので足が長めです。2つをつなげます。もう1段作ります。ポールを穴に入れるだけです。完成です。高さが63センチあります。付属の天井もつけました。それではボックス入れていきます。引き出しというよりのっけるだけです。サイズはぴったりです。当たり前か。超ビッグウサギが小さく見えます。ウサギの身長 1.7 倍ぐらいです。収納サイズですが、ウサギの体だけ入ります。それじゃあわからないって。栗まんじゅうと一緒のちいかわちゃん、同じサイズのものだったら8人ぐらいいけそうです。将来の夢ぬいぐるみがちょうど良いサイズです。もぐころもちょうどいいです。もう一つ欲しくなりますね。早速整理しようと思います。イラストよく見るとキメラがキティ化してますね。サンリオキャラクターズの2段収納ボックスでした。作るのにだいたい15分ぐらいかかりました。意外と便利かもと思っちゃいました。イラストは正面のみとなります。片手で持てますので移動も楽です。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー、上の動画もおすすめだよ。右上が最新動画です。